軍機を中心に左銃中の44式機銃左銃は、銃口付近を頂点に、複数の銃を組み合わせ三角水上に立てること。基本的に小銃が用いられ、その性質から主に軍隊で行われる。ドイツ語では、デベアピュラミーデと形容される。1904年10月、日露戦争において、旧指示に着見した小銃で左銃を行う日本陸軍の兵士。 まず三丁を組み合わせ、そこへ四丁目以降を立てかけている。左銃は、主に銃のクリーニングロッドや、銃剣の粒などを互いに組み合わせ、地面に立てて行う。小銃の先端に左銃用のフックが装備されている場合もある。使用される銃の数は三丁が多いが、四丁や五丁でも可能である。左銃自体は、銃の紛失や、お破損を防ぐため、主に野生や演習において、 非戦闘中たる休憩時や露影時に行われることが多い。小銃と同じく個人傾向が可能な兵器である軽機関銃や短機関銃は直立時の安定性が悪く、左銃が困難ないし不可能であるため原則行われない。なお、左銃は体裁が良いためにさらに軍機や大機の旗立てとして組み合わされることも多い。左銃を解くことを怪銃と言い,い。 左銃は、小隊長など指揮官の号令、時計銃で一斉に行われた。第二次世界大戦頃までは、世界各国の軍隊で行われていた左銃であるが、左銃中に奇襲を受けた場合など即応性に欠けることから当時よりその頻度は低くなり、銃は、兵士格好が手元で保持するようになっていった。また、第二次大戦後は左銃は、全時代的な文化となり、左銃を、 全く考慮していない、アサルトライフルの普及もあるため、マニュアル上の記述や儀礼時、訓練時を除き捨てれていった。不評争点など、日本陸軍の核マニュアルには、一左重派五丁を、超、ゆべからずと記されている日本陸軍では、軽機関銃は二脚を開いて、また敵弾頭はそのまま横に寝かせた姿勢で、左重した小銃付近の地面に置いた。ありがとうございます。